ムツイタガメは、イシガメかムツイタガメ属に分類されるカメ。本種のみで、ムツイタガメ属を構成する。インドネシア、シンガポール、タイ南部、ブルネー、マレーシア最大高三32センチメートル。背甲は扁平で、上から見るとやや幅広い卵型。種商名プラティノッタは、平らな背中の意で背甲に由来すると考えられ、英名と同義。 C カンパンが6枚ある個体が多く和名の由来になっている。第2から4、C カンパンは平坦。俗名、ノータシェイリズは背中の亀の意で蒸気の扁平な廃校と合わせて平坦な C カンパンに由来すると考えられている。C カンパンに筋状の盛り上がりがある。あバらカンパンにも不明瞭なキールがある。円カンパン外縁は 部分的にノコギリ状に尖る。廃坑の色彩は、オレンジ色や黄色、高褐色で、不規則に黒い反紋が入る。廃坑と復興の継ぎ目は長く、液化乾板は小型で、素形乾板はやや大型。復興は大型。復興には蝶津貝がある程度は稼働できるが、あまり蝶津貝が発達しないため頭部や獅子を収納し、復興を折り曲げても、 廃校との間に隙間がある。復興の色彩は黄色や高褐色、オレンジ色で暗色斑が入る。頭部は中型。粉炭はわずかに突出する。上顎の先端はやや針状に尖り、その先端が浅くへこみ、両脇がわずかに牙状に突出する。交互面は狭く、顎を覆う角質の外縁は緩やかに湾曲し、突出する。 これにより大型の食物を切断、あるいはやや硬い食物であれば破砕して食べることができる。指跡の間には水かきがやや発達する。頭部や四肢、尾の色彩は肺褐色や暗褐色。側頭部には炭鉱色や高褐色の筋模様が入り、個体によっては粉炭やくちばし、下顎が炭鉱色になる。体は C 看板に、 筋状の盛り上がりがあり、円環板外縁がよりのこぎり状に尖る。また、孵化直後の様体は蝶子がいがない。さらに、C 環板やアバラ環板に、環板ごとに、暗色の反転、獅子に黄色い反転や、筋模様が入る個体もいる。成長に伴い、キールや円環板の突起、廃校や獅子の反毛は消失する。オスは、復興の中央部が凹む。また、 尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、葬排出口全体が、廃校の外側にある。さらに繁殖期に粉炭が赤みを帯びる個体もいる。メスは、復興の中央部がへこまないか、わずかに膨らむ。また、尾が細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、葬排節口の大部分が廃校よりも内側にある。熱帯雨林内にある低室が泥で、 流れの緩やかな河川やその周辺に生息し、幼体は水性傾向が強いが、成長に伴い陸性傾向が強くなる。植生は植物食傾向の強い雑食と考えられている。生息地や中華人民共和国では、食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用の乱獲などにより、生息数が減少している。2005年に、 ワシントン条約付属書通類に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通は稀で野生個体が流通する。飼育下では人工飼料にも得づく。ありがとうございます。